れで全てのソースコードは揃いました。神様、無謀さんを元通りにしてください。立ちました。死力回避フラグちゃん。死神ナンバー1が仕込んだバグによってバラバラに壊れてしまったモブを、彼を復活させるために奔走したフラグたちは全てのソースコードを集め、ついに展開へと帰還した。そして改めて3人とも、今回は本当にありがとう。いろんなトラブルが重なってたくさん迷惑をかけたね。無事に帰ってきてくれて本当によかった。そしてこれはしかと受け取った。今からモブを復活させよう。ようこそ僕の部屋へ。ここが神様の部屋。初めて入りました。いや、生まれた時に一度だけ。さて、ここに来たのは他でもない、万物創生システムの本体を使うためさ。万物創生システムの本体じゃと？ああ、それって無謀君を設計した装置だよね。その通り。万物創生システムは僕の特別な展開アイテム。ざっくり言うと、望んだものをこの世界に創造する機能を持つ。例えば君たち天使や死神もここから生まれたんだ。まあ、いろいろと制約はあるけどね。というわけで、これを使ってモブを復活させる。ただしもうプログラムではない、一人の人間としてね。それはつまり、モブオ君がただの仮想世界の住人じゃなくなるってこと？ああ、あの仮想世界でモブオが壊れ、君たちが必死にソースコードを集めてきてくれた。だけどこのまま元通りにするわけにはいかない。彼は死神ナンバー1によって初めからバグを仕込まれたプログラムなんだ。復元してもきっとまたすぐ壊れてしまう。だからこの万物創生システムを使い、モブを実体のある人間として創造する。そうすればもう壊れる心配はない。いろいろ考えたけど、多分これしか方法はないと思う。けどその代わり、一つ別の問題が生まれちゃうけどね。別の問題？それはね、神としての決まり事だよ。モブを人間として作り直すなら、僕は彼に選択肢を与えなければならない。人間界で生きるという選択肢を。もし彼がそれを望むなら、モブオは君たちの練習相手ではなくなる。普通の人間として命をスタートする。もちろん彼の決断次第だけどね。いいかな、モブオを人間として作り直して。神様、何もためらう必要はありません。私たちは無謀さんを助けるために今まで頑張ってきました。だから望みは一つです。無謀さんが元通りになるのなら、私は何でも構いません。愚問だったね、死神ナンバー269。じゃあ始めるよ。あれ、ここは？モブオさん！モブオ？モブオくん！フラグちゃん、それに製造フラグさんや師匠も。よかった、元通りになったんですね、モブオさん。元通り？なんかずっと眠っていたみたいだ。でも不思議だな、みんなの声がたくさん聞こえてきたんだ。すごくあったかい気持ちだった。はじめまして、生まれてくれてありがとう、モブオ。あなたは？この方は神様です。神様？もしかしてここは前にフラグちゃんが話してた展開なの？はい。そっか、少しずつ思い出してきたよ。これまであったいろいろ、
元通りにしてもらう前のことも。俺って実は人間じゃなかったんだよね。フラグちゃんたちの練習相手として作られた仮想世界のプログラム。いや、違うよモブオ。君はもう正真正銘の人間になった。僕たちは君を人間として作り直したんだ。だからもうこれまでとは違う安定した存在になった。僕には神としての使命がある。だからこうなった以上、僕は君に一つの権利を与えなければならない。このまま一人の人間として人間界で生きる権利を。それってつまり一人の人間として人間界で生きられるってことですか？まさにそう言ったよモブオ。もし君が望むならば、あっちで理想の人生を用意しよう。これは僕がイレギュラーで人間を作った時の決まり事。特別に創造した命には望むものを与える。じゃあ例えば腸がつく大金持ちで、働かないで一生まったり生きていける最高のニートライフでもいいんですか？ああ。じゃあ幼馴染に巨乳美女が5人いる超モテモテのハーレムライフでも？もちろん。ただしフラグたちとはここでお別れになるけどね。モブオさん、私が望んでいたのはモブオさんが元通りになること、それだけです。だから今までありがとうございました。この先どう生きるのかは自由に決めてください。フラグちゃん、これまでモブオさんと一緒に何十回も何百回もフラグ回収の練習をしてきました。毎日毎日修行に明け暮れてきました。本当に充実した日々でした。心の底から感謝しています。もう十分なんです。私はもう立派な死神になりました。違うよフラグちゃん。君はまだ未熟でポンコツで落ちこぼれのままだよ。はい、だってそんな風に俺のことを一番に考えてくれる優しさでいっぱいなんだから。まだまだ全然死神らしくない。だからこの先も俺でいっぱい練習しなくちゃね。モブオさん、モブオ、本当にいいのかい？これはたった一度きりの権利だよ。君がここに残ると決めるのなら、もう二度とあっちに行くことはできない。いいんです神様、最高ニート生活もハーレムライフも捨てがたいけど、俺はやっぱりフラグちゃんたちと一緒にいたい。だから俺はこの先も練習相手としてここに残ります。そうか、それも一つの人生だね。この二人の関係は素敵だね。モブオ、これで君は新たな展開の住人だ。ここで生きる唯一の人間だから、改めて君を人間ナンバー1と名付けよう。人間ナンバー1。そして君のロールはトレーナー。これまで通りあの仮想世界でみんなの練習相手になってもらう。はい。今までと変わるのは、仮想世界と展開を自由に出入りできるということ。ただし気をつけてね。設定上あの仮想世界では死んでしまっても元通りになるけど、この展開で死んでしまったら本当に命の終わりだ。だから本当の本当に気をつけるんだよモブオ。神様、そんなに念押しすると死亡フラグが立つ気が。モブオさん、本当にいいんですか？本当に後悔しないですか？するわけないだろフラグちゃん。俺は君と一緒にいたいんだ。モブオさん、それに巨乳のモブミと離れるわけにはいかないしさ。どうしたのフラグちゃん。ひょっとしてまた嫉妬とかしてるの？やっぱ俺って罪な男だな。してません。ちょさっき神様が言ってたでしょ、ここで死んだら俺本当に死んじゃうんだよ。そんなの知りません。あ、やめてよフラグちゃん。結局相変わらずじゃな、あやつらは。そうだね、よかった、
これでこれからも退屈しなくて済みそう。それにモボウ君が僕たちと同じ天界の住人になったということは、これって本当の恋愛フラグなんじゃないの？フラグちゃん、これからもこの先もよろしくね。はい。死神ナンバー1、僕には君の罪を許す資格はない。申し訳ないけど、時が来るまでこの中にいてもらうよ。神様、失礼します。死神ナンバー1さん。死神ナンバー269、なぜあなたがここに来たんですか？もう知っているでしょ。無謀にバグを仕込んだのも、あなたたちを閉じ込めて危険な目に遭わせたのも、私、何もかも私が仕込んだことだったの。はい、すべて神様から聞きました。あなた、何をしてるんですか？何って、この檻の鍵を開けているんです。さっき神様の玉座に行った時、床にこの鍵が落ちていました。神様おっちょこちょいだから、きっとうっかり落としちゃったんですね。だから私が拾ってこっそりここを開けに行きました。そうじゃなくて、なんであなたがそんなことをするの？私のことが憎くないの？憎くないです。ナンバー1さんは誰よりも神様に愛されたかったんですよね。私も好きな人がいるから、その気持ち分かります。神様に自分を一番に見てほしかった。一番に愛を受けたかった。そして私の存在が知らないところでナンバー1さんを苦しめていたんですよね。だから私はナンバー1さんのこと憎くないです。確かにいろいろと大変でしたけど、もう全部許します。ごめんなさい、ごめんなさい、私とてもひどいことしてしまいました。みんなの模範になるべきなのに、本当にごめんなさい。いいんです、一緒に神様に許しを請いに行きましょう。素敵な決断だね、死神ナンバー269。やっぱり君は磨けば光る逸材さ。君ならきっとなれると思うんだ。僕が最も尊いと考える慈愛の死神に。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。